ペラポントフ修道院は、ロシアボログダ州にある修道院である。1398年に創建され、2000年にユネスコの世界遺産に登録された。生新庄誕生聖堂内壁に描かれたフレスコが、ディオニシウスによる作画であり、ミラノ聖ニコライが題材として描かれている。1398年に、聖、ペラポントによって、修道院は創建された。 修道院の名声は EN ・キリルオブ・ビルシロの弟子であるマルティニアンの時代に広がった。彼は1447年にはイタリ製三社製セルギー大修道院の修道院長となる。彼の死後、イヴァン三世の一族によって修道院は保護された。1490年には生新庄誕生聖堂がロストフの技術者の指導によってレンガ作りで建設された。 フェラポントフ修道院の聖堂建築は1490年代に建設されたロシア北部の建築物の中でも保存状態がいい。また、聖堂の内壁は15世紀から16世紀に活躍したフレスコ画家であるリオニシウスによるフレスコ画が描かれている。1530年代には宝物館、食堂、生新所福音教会が建設された。また、 イヴァン4世により様々な特権が与えられ60の村を所有するに至った。イヴァン4世は数回この修道院を巡礼の形式で訪れている。1598年から1613年の大動乱時代にはポーランド人により攻撃を受けた。ロシアが湿地を回復する中で1641年から1680年の間に 三つの教会と修労が建設された。修道院が宗教的重要性を徐々に喪失する中で、ニーコンソー主教のように、流刑地としての性格を持っていくようになった。1798年、ピョートル三世により、修道院は廃止され、その地位を回復したのは1904年であった。20年後、ボルシェビキの手によって、再度、修道院は閉鎖したが、 1975年、修道院は美術館として復活した。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。